スノーキーこと小手川幸也です。私はワードプレスのサイトをいくつか持ってるんですけども、ロリポップサーバーを借りて運営しています。で、そのプランをスタンダードからハイスピードに変更したので、その体験談、体感と数値についてお話していきたいと思います。で、どうしてこの動画を上げようかと思ったかと言いますと、まあ、この情報っていうのがちょっと少なかったんですよ。 はい。このハイスピードプランっていうのが、えー、追加されて、まだそんなに年数が経っていないっていうこと。で、あとですね、えー、まあ、ウェブサイトね、Google で検索、検索をかけて、えー、出てきたウェブサイトを見るとですね、まあ、最後は、あの、〜サーバーよりも〜何々サーバーの方がいいですよって言って、まあ、サーバーの契約に結びつけるっていうパターンが多いんですけれども、私そういうつもりありません。ただ、その代わり、あの、サーバーの スペシャリストではないので、1ユーザーの体験談として、えー、ご覧ください。そして皆さん変えられるかどうかっていうのを、ね、ヒントにしてみてください。でですね、えー、まあ、ワードプレス、ロリポップでやっていて、まあ、3サイトあるんですけども、まあ、実質1サイトも放置なんで2サイト運営しています。で、えー、このスタンダードプランの月間のトラフィックの目安がですね、10万 PV ぐらいだったと思うんですけども、えー、10万 PV、 言ってません。なので、まあ、PV 的に言うと、これ変える必要あったのかというと、まあ、ないぐらいの PV なんですよ。でも変更しましたと。ね。で、えー、ロリポップサーバーなんですけども、えー、契約したのは2018年の1月ぐらいで、まあ、特にストレスなく使えていたんですけどもですね、まあ、ちょっと理由わからないんですけども、まあ、2019年の末ぐらいから、ま、自分で、えー、サイト見るじゃないですか。 で、確認したときに、なんか重いな、なんか重いなって感じるようになってたんですよ。で、年が明けてですね、えう、ー、かなり重いなと。ちょっとこれまずいレベルだなと思うようになって、まあ対処法として、えー、違うサーバー会社に変えるっていう手もあるんですけども、まあ、プランのアップグレードの方が簡単っていうか楽なんで、まあそうしようかなと検討して、えー、実際にやりましたと。 で、まあ、ページの表示スピードの重要性なんですけども、まあ、これ Amazon が言うには、サイト表示が0.1秒遅くなると、売り上げが1%減少する。まあ、それぐらい、えー、サイトの表示速度は大事なんだと。いや、物売ってませんよ、という場合でもですね、これ Google が言うには、えー、遅いサイトの順位が下がるのではなくて、 早いサイトの順位が上がる。つまり、えー、サイト、まあ、ブログとかのページが早く表示される方が、えー、Google の評価が高くなって、結果的に、えー、Google の検索順位も高くなるっていうことなんですよね。ということで、まあ、あの、ページが早く表示されて悪いことなんかないっていうことで、えー、まあ、 ページが表示される速度が遅い、重くて、離脱率、ね、えー、もうちょっと重いから見るのやめようとか、ね。あとですね、Google の評価、検索順位も落ちたら最悪だと。はい。で、えー、まあ個人的な感想としては、もっと読みたいっていう意欲が薄れることの方が怖いかなと思います。はい。まあ、これは、え何でしょう。次のページ、次のページ、もっと見たいなっていう気持ちが薄れて、まあ、すぐに閉じられちゃうっていうのが怖いかなと思います。 ページが重いとね。はい。ページが遅いと。表示が遅いと。で、えー、プラン変更なんですけども、スタンダードプラン、えー、月額500円まとめて契約した場合。で、えー、ハイスピードプラン、1000円。まあまあ、単純計算で倍です。はい。で、えー、ロリポップの公式ホームページでは、まあ、とにかくこの、新しく出てきたプランなんで、早いよっていうのを強調してたんですよ。 はい。でですね、えー、まあ、実際このページスピードインサイツかなの数値と体感速度、次のスライドからご覧いただきます。はい。で、えー、これがサイト一つ目の変更前なんですけども、まあ、さっきのその、ここにその URL 入れると分析できるんですけども、27っていうスピードで、これこの一番ね、端の49以下なんで、まあ、かなり遅いかなと。で、えー、変更しましたで、次の日の お昼にいい調べたら、あまり変わってないぞと。ね。えー、27から29なんで、ほぼ変わってないぞと。まあ、ただ、あの、実際に、まあ、その速度として現れるまでに、時間がかかるかもしれないんでと思って、その日の、えー、次の日のこれ、変更後の夕方、地味に上がってると。で、えー、変更した2日後、また下がっとるやないかい、ないかいということでですね、ちょっとあんまり、 意味あっったたのかなになにんですよで、えー、もう一つサイトがあってこっちの方がやや早いんですよ。もともとの数値もさっきのサイトよりも、えーまあ、早いと言ってもそのどんぐりの性比べですけども33で変更したら42まで上がりました。ね、で、えー、その夕方52まで上がったんでこの一番端のとこから抜け出して真ん中まで入ってきましたよと。ね、で、えー、2日後。 はい。まだここ維持してましたよということで。だからこの二つのサイト何が違うんだっていうと、テーマ、使ってるテーマが違うので、まあ、ちょっとテーマが重いのかなとも思いました。はい。でですね、ちなみに私の、まあその、なんて競合、まあ、よく似たジャンルの方々のサイトも調べてみたんですよ。じゃこんな感じで結構バラつきあって、で、まあ実際私、あの、 検索するんですけども、やっぱ早いところって検索結構強いなっていうのは思いました。こちらの2つはインフルエンサーさんなんですけども、検索そんなに強くはないんですよね。はい。なんでやっぱりページは早く表示された方がいいなっていうのを、まあ今回改めて思いました。で、まあ、さっき数値としてはあまり変わってなかったんですけども、体感はアップしてます。はい。あ、早くなったなとは思ってます。はい。 で、えー、まあ、この500円も、から1000円っていうのがね、まあ500円も1000円も一緒ですよっていう感覚、例えばもうビジネスでやってる方だったら、まあ変更する価値はあるのかなと思います。実際まあ早くなったと私は感じたんで。ただまあ完全な趣味サイトとかブログでもっと早くしたいようで、月500円から1000円っていうのは、 どうかなっていうところですよね。まあ、年間1万2000円と、あとドメインの費用とかなんだかんだで、まあ、数千円趣味サイトにかけるのかっていうのが、ま、微妙かなと思います。で、まあ、ああの、検索で出てくる、ま、あサイトがよく押してるのが X サーバーなんですけども、まあ、X サーバーがいいのかなとか思いながら、まあ、私は、ま、あしばらくはロリポップを使い続けようと思います。ということで、えー、今回の動画は以上です。えー、まあ、 よければチャンネル登録もしくはこの動画の評価をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。